ございます。2月11日日曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。2月11日日曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはこれまでにいただいております最新のウェザーリポートから見ていきましょう。1枚目のご報告は福井県よりいただいています。坂井市のリポーター名ムーさんです。おはようございます。今朝はみぞれが降っています。車のフロントガラスにも積雪が確認できます。風はあまり感じません。体感は寒いですといただいております。堺市みぞれの報告をいただいておりまして、フロントガラスの方にも、雪また降ってきたみぞれが積もっているということで報告です。今日は日本海側、日差しのチャンスがあっても雨や雪の降ることがあります。雷を伴って強く降ることもありそうですので、この後のお天気にもお気をつけください。続いてのリポートはこちらです。青森県弘前市からいただいています。リポーター名は粉雪さん。積雪14センチ、久しぶりの降雪、雪片付け中といただいています。二度ばかり吹雪いていたということで、そういった報告も届いておりました。現在ちらちらと雪の舞う様子、動画で映していただいております。久しぶりに雪がしっかりと降って、雪の片付け中といただいております。北日本も日本海側、午前を中心に一時的に強く降ることもありそうです。続いてのリポートも見ていきましょう。こちらは北海道札幌市南区よりいただいております。雪がすごい勢いで降っていますといただきました。先ほどの弘前市内からの報告と比べましても、よりしっかりとした降り方になっている、こちら札幌市内の様子です。辺り一面白っぽい様子、暗いながらも確認することができますし、新たな雪かなりしっかり積もっているように見受けられます。これまでの時間帯、札幌市内少し強まっていたタイミング等もありましたので、この後もお気をつけください。ここからは今日のお天気を予報センター山口さんに詳しく解説していただきます。山口さん、よろしくお願いいたします。先ほどご紹介したリポートは、いずれもなかなかこう良いお天気とは言えないご報告だったんですけれども、はい、今日はああいったみぞれや雨、雪の可能性のあるエリア多いんでしょうか。そうですね、北日本の日本海側や北陸は午前を中心に強く降りそうですね、はい、であと西日本東日本の太平洋側もね、今日大気の状態不安定なんですよ、はい、で現状まずご覧ください、日本海側の各地で今西日本で雨、そして東日本北日本で雪のご報告が多くなっております。で雪雲を重ねてみますと、今その札幌付近にかなり活発な雲が流れ込んでおりまして、雪が強まっております。そしてもう一つがこの新潟県から長野県の北部にかけて、この辺りでも今雪雲が活発化している状況です。で今降っている雪の強さ、1時間の降雪量で見てみますと、札幌市中央区でこの1時間で4センチ、積雪が増えました、その他この長野県の北部から新潟県の中越山沿いにかけて、1時間あたり 2,3 センチぐらいの、積雪の増加となっております。でこの北陸から北の日本海側ですけれども、雪についてはまず午前中、その強まりに対して、お気をつけください、はい、午後にかけては少しずつ雪雲は、強度を落としていくということになります、ただ北陸地方に関してはまた次の雲が、西から接近をしてくる見込みでして、夜になりますと北陸西部でまた強く雪が降ったり、また雷雨とか雷を伴った雪ですよね、そういったものが観測される可能性があります。
そして西日本、東日本なんですけれども、太平洋側の各地、日差しの出るところが多いものの、今日はですね、上空に強い寒気が流れ込んでいきます。地上と上空の温度差が大きくなって、大気の状態が非常に不安定となる見込みでして、もう九州や四国地方ですと、もう午前中から、所々でにわか雨やまた雷雨が想定されます。はい、近畿地方についても午後にかけては雲が多くなって、雨雲が急に発達をして、こちらもざっとした強い雨、山沿いで雪を降らせる可能性があります。また東日本の太平洋側も大気不安定でして、例えば関東ですと主に夜ですが、こちら、あちらこちらでまたこれも急に雲が発達をする可能性があります。西日本から東日本の太平洋側についても日差しが、届いていたとしても、外出の際にはやはり雨具があると良さそうです。はい、今日は日差しの届くところでも雨、また山沿いで雪の可能性があります。特に今西日本、日本海側のエリアでは激しい現象、雷なども伴う可能性があるんですね。そうですね、西日本、日本海側とあと太平洋側も、念のため要注意。関東ですと、房総半島などは雷の可能性あるというふうに見ておりますね。はい、わかりました。そういった雷を伴った強い降りにもこの後注意が必要となりそうです。また今日の気温ですけれども、3連休中日、この後は気温上がってくるんでしょうか。そうですね、今日は日差しさえ出ればそのぬくもり関東一斉感じられるかと思いますけれども、はい、基本的にはやっぱ寒いかというふうに思います。その数字ご覧ください。西日本、東日本でまずいきますと、大体昨日と同じか昨日よりも下がるところが多くなりまして、太平洋側ではじめ晴れているようなところではその日差しのぬくもりがあっても、やはりですね、日が限りますと空気の冷たさが増してくるかというふうに思います。また北日本エリア、こちらも昨日よりも下がるところが多くなります。秋田では3度までしか上がりません。北海道ですと0度以下といったところが多くなる見込みでして、こちらも寒さ厳しい、1日ということになりそうです。はい、今日も空気が冷たく感じられる一日となりそうです。暖かくしてお過ごしください。ではおしまいに今日の空読みのポイントをお願いします。はい、今日はこちらですね。まず一つがこの黒く塗ったところ、日本海側の広い範囲です。こちらは黒い雲広がってきた場合は強い雪や強い雨、また雷の放散音となります。この雲の色に要注目です。そして青く塗ったところも、こちらはざっとした強い雨、そして雪の降る可能性があるエリアでして、こちらは雲の底が、ポイントですね。こう日差しが出ていたとしても変わりやすい天気です。雲の底ぼやけてくるようです。等雨雲、雪雲に変わってきている兆候です。はい、今日は広い範囲でこういった空の様子注目する必要がありそうです。この時間、予報センター山口さんとお伝えしました。山口さん、ありがとうございました。では改めて今日の全国の天気、アイコンで見ていきましょう。2月11日日曜日の今日の全国の天気です。3連休の中日は急な雨に注意が必要です。まずは西日本です。沖縄は日差しが届きます。北風が吹くと気温の数字よりひんやりと感じそうです。九州の東シナ海側や北部では午前を中心ににわか雨の可能性があります。中四国、近畿も雲が多く、日差しが届いても雨や山沿いでは雪の降る可能性があります。一旦止んでもまた降り出す可能性がありますので、お出かけの際は雨具をお持ちください。次に東日本です。北陸は日中日差しの届くところもありますが、朝と夜を中心に雪や雨の降りやすい空です。東海や甲信、関東では日差しが届きます。ただ各地でにわか雨が心配です。午後になると関東は南部を中心に雲が増え、雨や雪の降り出すところがある予想です。日中は日差しがあるとそのぬくもりを感じられても、朝晩を中心に冷え込む予想です。続いて北日本です。日本海側は午前を中心に雪や雨が降りやすくなります。一時的には強まる恐れがあるため、積雪の増加にご注意ください。ただ午後はだんだんと雪や雨は止み、天気は太平洋側から回復へと向かいそうです。朝晩は冷え込み、昼間もこの時期らしい寒さです。
万全の寒さ対策でお過ごしください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。皆さん、改めましておはようございます。2月11日日曜日のウェザーニュースライブモーニングです。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、3連休、今日は中日を迎えていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、昨日本当に晴れたところが東日本や西日本なんかでは多くなりましたけれども、今日はそんな晴れのお天気のところでも変わりやすくなりそうです。急な雨、山沿いでは雪の可能性がありますし、午前の間は北日本では雪の降り方強まりに注意が必要です。ここからは実況のお天気をまず見ていきたいと思います。皆さんからのお天気報告、まず見ていきましょう。はい、5時までの1時間にいただいたお天気に関するご報告です。見ていきますと、関東から西の太平洋側、晴れているところが多いです。一方で日本海側を見ていくと、九州北部や山陰、東海の一部から北陸にかけて雨、そして雪の報告です。富山県から北になると降るものは雪となっているところが報告の数としては多くなっています。また現在ですね、新潟県から長野県にかけての山沿いでどかどかという強い降りを示す報告いただいております。雪雲が少しまとまった形でかかっているような状況ですし、山陰あたりには少し発達した、枝も見えておりますので、この後も雷などに注意が必要です。北日本は北部や日本海側を中心に雪の報告がありまして、札幌などでは吹雪でしたり、どかどかという強い雪の報告多くいただいています。黒いどかどかという報告の数もかなり増えておりますので、今ちょうど風の収束しているところが札幌近辺かかっているような状況にあります。先ほど山口さんからの解説にもありましたけれども、この1時間の雪の降り方、改めて見ていきたいと思います。札幌周辺、今現在ですね、5時までの1時間アメダスの観測の数字でいきますと、1時間9センチとなっています。その他ですね、赤い川では4センチ、4時まででも札幌は4センチの積雪増加となっておりましたので、今現在4時から5時までの間もかなり強く降ったようなことが伺えます。はい、こちら積雪の増加量をグラフで見たものになるんですが、今日日付が変わってからぐっと雪の量が増しているようなことがわかります。右肩上がりとなっている様子です。かなり雪の量強くなっております。降水量としても札幌では4ミリ程度観測がありますので、かなりこの1時間としてもざっとした強い降りになっていることがわかります。どかどかと強まる雪、現在札幌方面からも報告いただいており、注意が必要です。その他、降水の量でこのまま見ていきますと、本州付近は雨の報告があるエリアも多かったですが、4ミリ以下となっております。特にこの朝の段階ではやはり北海道の雪、少し心配と言えそうです。この後も一時的には強まる恐れ、午前を中心にありそうです。ここからは今日のお天気、エリアごとに詳しく見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートです。
北海道の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は道央や道北を中心に雪が降りやすく、一時的な強まりに注意が必要です。道南や道東では天気は回復傾向で、太平洋側を中心に日差しが届く予想です。予想最高気温は札幌でマイナス1度、旭川はマイナス2度となっています。朝晩は冷え込み、昼間の寒さは継続です。万全な防寒で体調管理をしっかりと行いましょう。以上、北海道の今日の天気をお伝えしました。東北エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の午前は日本海側を中心に雪が降りやすく、一時的な強まりに注意が必要です。ただ午後は天気は回復傾向で、太平洋側では日差しが優勢となりそうです。予想最高気温は仙台で7度、青森では2度となっています。昼間も空気が冷たく感じられます。防寒を万全にしてお過ごしください。以上、東北エリアの今日の天気をお伝えしました。関東エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日差しが届きます。ただだんだんと雲が広がり、午前中は北部山沿いで雪、午後は南部で雨の降る可能性があります。お出かけの際は雨具があると安心です。東京の予想最高気温は11度となっています。昼間日差しがあるとそのぬくもりを感じられます。1日の寒暖差が大きいため、服装や冬用の小物で調節を行いましょう。以上、関東エリアの今日の天気をお伝えしました。中部エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の北陸は雪や雨が降りやすくなります。雷を伴った強まりに注意が必要です。ただ昼間は日差しの届くところもあります。東海や甲信は日差しが届いてもにわか雨やにわか雪の可能性があります。外出の際は各地雨具をお持ちください。予想最高気温は名古屋で11度、金沢では8度となっています。朝晩は冷え、昼間も空気の冷たさを感じられそうです。一日の気温差にもお気をつけください。以上、中部エリアの今日の天気をお伝えしました。近畿エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は中部や南部で日差しが届いても各地で雲が優勢の空となります。北部は昼間、中部や南部では夜にかけて雨や雪の降ることがあります。お出かけの際は雨具をご用意ください。予想最高気温は大阪、京都で10度となっています。朝晩は冷え込んで、昼間も風が冷たく感じられそうです。寒さ対策はしっかりと行いましょう。以上、近畿エリアの今日の天気をお伝えしました。中国、四国エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日差しの届くところがあっても、雨、山沿いでは雪の降ることがあります。一旦止んでも再度降り出す可能性があるため、お出かけには雨具をお持ちください。予想最高気温は広島で11度、高知では14度となっています。昼間も風が冷たいため、冬用小物を活用するなどして防寒をしっかりと行ってください。以上、中国四国エリアの今日の天気をお伝えしました。
九州、沖縄エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の九州は雲が多く、北部を中心ににわか雨、山沿いでは雪が心配です。雷を伴って強く降る可能性もあります。お出かけには雨具をご用意ください。ただ午後は日差しの届くところもある予想です。予想最高気温は福岡で11度、鹿児島は13度となっています。昼間も風が冷たいため暖かくしてお過ごしください。続いて沖縄です。今日は1日を通して日差しが届きます。お出かけや洗濯物の外干しも OK です。那覇の予想最高気温は18度となっています。日中は北風が吹くと気温の数字よりひんやりと感じられそうです。調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、九州沖縄エリアの今日の天気をお伝えしました。ここからは今日の全国の天気をお伝えします。担当は小林理恵奈です。よろしくお願いいたします。いただいているウェザーリポートで現在の様子見ていきましょう。北海道札幌市北区からいただいたリポートです。吹雪の報告をいただいております。現在札幌市周辺では雪が強まっています。5時までの1時間に観測された雪の量は9センチということで、かなりどかどかと雪が強まって降っているような状況にあります。少し風も相まって吹雪いているとの報告もいただきました。こちらご覧いただいているのはウェザーニュースのアプリです。雨や雪の様子、雲の状況を見ることができます。雨雪モードで見ていきますと、ちょうど札幌近辺、少し活発な雲がかかっています。この後もですね、朝のうちは大きな雲に当たる格好となりまして、札幌周辺まだ雪の量が増す恐れがあり注意が必要です。その他のエリアについても、今日は晴れるエリアも多いものの、急な雨または雪の心配があります。この後3連休の中日は空模様の変化に注意が必要となりそうです。では詳しいお天気、全国のアイコンで見ていきましょう。2月11日日曜日の天気です。西日本や東日本は晴れても急な雨に注意が必要です。日本海側を中心に一時的には雷を伴って強く降ることもありそうです。近畿や東海、関東南部は日差しが届きますが、午後にかけては次第に雲が増え、ところどころでにわか雨やにわか雪がある見込みです。晴れても油断のできない空ですので、雨具をご用意ください。北日本の日本海側は午前を中心に雪や雨が降りやすくなります。ただ午後は天気が回復に向かい、太平洋側から日差しが戻る見込みです。日中の気温は各地ともこの時期らしく、風が冷たく感じられます。暖かくしてお過ごしください。以上、今日の全国のお天気をお伝えしました。改めて今日の全国のお天気をお伝えしていきました。今日は今現在雪の降っているエリアもありますけれども、1日を通して見ていくと晴れたお天気から急に変わるといったことがありそうですので、ぜひウェザーニュースのアプリを使って最新の情報をご確認ください。また先ほどもお伝えしましたように、石狩地方札幌市にたった今大雪警報が発表されました。札幌市には大雪警報が発表されました。この後も雪の強まりに対し十分に警戒をしてお過ごしください。ここまでは今日のお天気をお伝えしました。この後番組は5時30分より再開です。
皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニングをお送りします。担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。さてここからはですね、今ちょうど見え始めましたが、皆さんと一緒に日の出を見ていきたいと思います。ぜひこちらにありますようにアットマークおはようをつけてコメントしてみてください。みんな準備はできたかい？コメント入力してくれよな。ぜひ YouTube でご視聴いただいている皆さんはあとおはようとつけて何でも大丈夫ですよ。はい、こんな感じ、ほいほい。ありがとうな。はい、おはよう。曇り新潟おはよう。こんな感じで、あーどか雪か大変や。ね、あ、おはよう出てくる、ありがとうございます。こんな感じでね、うん、この後もどしどしコメントしてきていただけると嬉しいです。仙台冷えてます。お、うん、あ、31分が日の出の時刻、あ、じゃあもうすでに迎えたんですね。ただ、まあ、少しこう向こうの方雲がありますので、もうちょっとするとより姿ははっきりと見えてくるんじゃないかなと思います。おはよう、おはよう。あ、上士幌城曇ってる、おはよう。ぜひこの日の出見てね、あのパワーも受け取ってみてね。二度寝します、おはよう。うん、おやすみ。そういう方も多いですよね。今日でもお仕事という方も中にはいらっしゃるかと思います。二度寝します、おやすみ。布団にこもりながらおはよう。たくさんコメントもありがとうございます。横須賀はいい天気、おはよう。そろそろね、来そうですね、おはよう。せなあかんで、もうちょっとですね。散歩中いいですね。私もお散歩したいです。江那市は晴れやで、おはよう。あ、だいぶ、あ、ちょっとなんかこうシピの片鱗が見え始めましたね。いや、今日の日の出です。アリックスキャンプ行くんですか、いいな。今日はでもオリックスのキャンプ地もいいお天気になりそうですね。ナイスマイル、おはよう。雪降りそうです、おはよう。ねえ、なあ、シュッピッキュピ。初めて聞いた、おはよう。あ、もうちょっとですね。私も今ちょうどねコメント拝見しております。シュピ鑑定士さんもいらっしゃいますね。これはもうすぐやでな。こんなんもうすぐですよ。あとちょっと、あとちょっと、布団の中だけど、おはよう。いや、見てくれてありがとう。あ、朝から寒川神社、神社に参拝してらっしゃる方、この辺とかいいんじゃないですかねえ。もうちょっとだ、今日も一日楽しもう。その通り、おはよう。皆さんおはようございます。いい朝ですか、まだ寝てたい。でもコメントしてくれてありがとうございます。もうちょっと寝てもいいかも。もうすぐですね、うん、間もなくシピシピ、あ、だいぶだいぶ来たよ。神戸がメッシに。ね、メッシ選手楽しかったですよね。いや、あれ今どうなったんだ、今日はリバプールの試合とアジアカップの決勝があったんですけど、ちょっと忙しくて終えてなかったんですよね。あ、飛行機、あ、おはよう。あ、お誕生日です、おめでとうございます、おめでとうございます。良い一
年にしてくださいね。飛行機勝ちましたね。リバプールも勝ちました。どうだろう。今日はモーニング担当だったんですけれども、ちょっと準備が大変で見られなかったわ。今起きた。おはよう、おはようございます。愛媛がマラソン頑張りますって来てます。頑張ってきてください。頑張って、ナイスラン来たり知ってます。開催国が勝ったんだ。うん、そう、前回もそうで、ヨルダンでもね追いつくと思ったんですけどね。ヨルダンだってます、合ってますよね。先制が多分カタールだったと思うんですよ。そうだったんだ。今回楽しかったですね。青森めっちゃ雪やといただいてます。なんか全然来なくない？ちょっと君たち、君全然来なくない？いや、もうちょっとですね。函館向かってますという方気をつけて。もうこっちだった、こっちでした。皆さんぜひまだまだコメントお待ちしてます。やったー、太陽が昇りました。昇ってきたよ。結構待った31分って聞いてたよあれ聞いてたよかった。おはようございます。こっちでしたね。この辺かなと思ってたんですけど、こっちだった、こっちでした。ねえ、うまくテノリ太陽です。よかった、いい太陽、日の出の瞬間見ることができましたね。おはようございます。でっかいシュピ6分遅刻ですいませんと来ていただいてます。いいでしょういいでしょう。素敵な姿を見せてくれましたね。いい日の出、あっとおはよう、皆さんありがとうございます。いやー、幕張からもこんな素敵な太陽が登場しまして、無事日の出を追いかけることができましたね。わあ、Good job。だいぶオレンジ味も増してきたんじゃないでしょうか。皆さんのエリアでは今の状況どうですか？はい、太陽さんもご出勤されましたけれども、はい。いや、そんな日の出も見れたところで、午後からは改めて全国のお天気見ていきたいと思います。日の出が見られました。関東や東海、またおはい、近畿では、この後も日差し届きますけれども、急な雨の可能性があります。東名阪の3都市では午後以降雲が広がりまして、夕方から夜にかけて雨または雪の降ることがありそうです。また中四国、九州でも、場合によっては朝から雨の降るところがあります。一旦降り止むタイミングがあったとしても再び降り出す可能性がありますので、こちらもお出かけには雨具が必要となりそうです。また北日本、北陸の日本海側は午前を中心に雨雪の降りやすいお天気です。札幌周辺ではお昼過ぎまで、お昼前あたりまで雪の降り方注意をしてください。今日のお天気アイコンとしては雨や雪のマークがついているところ、こうやって見ると少し少なめではあるんですけれども、各地にわか雨にわか雪リスクはありますので、お出かけ予定されている方はぜひ雨具を持ってお出かけください。日中の気温も日差しが出ないタイミングもあるということで、前日よりも少し下がるところが多くなる予想です。
各地とも2月のこの時期らしい寒さとなりますので、暖かくしてお過ごしください。では改めて全国のお天気アイコンを見ていきました。天気って何でチェックしてる？私はね、ウェザーニュース。ウェザーニュースって日本最大の天気専門会社のアプリなんだって。予報精度ナンバーワン、ウェザーニュース無料ナンバーワンだよ。さて、先ほどは日の出を追いかけて見ていきました。いやー、すっかり太陽も少し位置が高くなりまして、その全容が見え始めましたね。皆さんのいる場所ではどうですか？より西側のエリアの皆さんはより、この後すぐといったところも場所によってはあるかと思いますけれども、ぜひ素敵な朝日や朝焼け見れましたらご報告の方もしていただきたいです。ウェザーニュースのアプリではですね、実況のお天気など見ることができるようになっております。レーダータブの中にライブカメラというタブがあるのをご存知でしょうか？こちらからは各場所に設置されたライブカメラの映像でその場所のお天気を見ることができます。地図で自由に選択することも可能です。あ、ここなんかいいですね。鴨川市、あー、登ってくる様子がめっちゃ素敵じゃないですか。いやー、最高の日の出の様子、今の時間だとより楽しんで見ることができるかと思います。バッチリですね、この10分間のライブカメラそしてその他は、あー、もうちょっとだ、あ、秋田かな、うん、こちらは神奈川県内です。お、名古屋ももうちょっとかな、グラデーションの状況です。近畿はどうですかね。堺、あ、ちょっと雲があるかな。こういった形で全国各地のお天気を見ることができるようになっています。沖縄なんかはまだ暗いですかね、明るくなり始めかな。あ、大島郡、こちらは、あ、船がいましたね。こういった形で全国各地設置されたライブカメラの様子見ることができます。また一方で雪が強まっているところではかなりこう白くなっている様子もわかるかと思います。その場所の詳しいお天気レーダーからも見ることができますし、マイ天気の周辺の空リポートというところからは現在いる場所の近くのライブカメラの映像を見ることができます。今ちょっと休憩中ということなんですが、いつもはちゃんと見れてますですので、ここから詳しい、外の様子見ることも可能です。またですね、空の写真という右下のアイコン、こちらです、押していただくとご覧の画面に映りまして、今注目の空の写真を皆さんのリポートですね見ることができるようになっています。ちょうど北海道札幌周辺の雪現在ねまとまっておりますし、日の出の様子とか朝焼けみたいなといった場合はキーワードを入れていただくとご覧のようにリポートを閲覧することも可能です。ぜひ先ほども日の出の様子幕張のものねシェアしていきましたけれども、こういった形でアプリを普段使っている方、こういったところも活用しながら日々のお天気確認していただきたいと思います。以上、今日の日の出のお時間でした。では、ここからはいただいたリポートを引き続きご紹介していきたいと思います。今日はですね、11日ワンワンの日。ワンということで、犬で感じる、ワンちゃんたちで感じる季節感という空ミッションも、恒例オープンしております。早速いただいたリポートを見ていきましょう。埼玉県春日部市ひまわりさんです。ガンモだよ、もう起きたよ。ガンモくん、ガンモちゃんかわいい
かわいい、起きたよ。あくびしてますね。なんかもう首が埋もれてる感じがたまらなくかわいいです。いいとこ収まってますね。かわいい。もうどこが頭でどこが首でどこが胴体か、手も足もちょっと見えづらい感じがねたまらんですね。かわいいわ。今日もワンワンの日で登場だよといただいています。では続いて見ていきましょうか。かっこいいね君。青森県三沢市のウニさん、芝ワンコ元気いっぱいといただいています。あらかわいい、こっち向いてる、凛々しいですね。芝ちゃん、芝ワンコかわいい。寒いの平気なのかな、どうなんでしょうか。いやでも凛々しくこちらを見ている様子です。いや雪とワンコも絵になりますね。とっても可愛いです。では続いて見ていきましょうか。埼玉県越谷市のなおさんです。ヒーターで暖を取る5ヶ月のゆずちゃんです。寝てますということでした。赤ちゃん可愛い。なんか手とかもちょっともちもち感があって可愛らしいですね。ヒーターの前、特等席で寝ているということですが、結構距離近くないですか。暑くないんかな。だいぶオレンジになってますけど、暑くないのかしら。大丈夫かな。体感寒いといただいている朝、いやベスポジで就寝。お眠り中ということでした。では続いて見ていきましょう。茨城県神栖市のマミーさんです。早朝ワンワンパトロール隊、今日も頑張ります。かわいい、なんてかわいいんだ。二人とも同じ方向を向いてワンワンパトロール隊、地域の安全守ってるんだね。いやかわいいよ。責任感に満ち溢れている瞳をもうお写真から感じますよね。もうこの神栖市を守るんだという気持ちが伝わってきますよ。いやかわいい。早朝ですしね。いや頑張り屋さんだ、今日も頑張るぞといただいておりました。いやかわいいねこれ、かわいい。では続いて見ていきましょう。千葉県市原市のケロケロさん、おはようございます。お散歩道でといただいています。いい顔。でもナイススマイルですね。いい笑顔ですよ。楽しそう。なんかこうお散歩楽しんでる感じが十分に伝わってきます。では続いてのリポートも見ていきましょう。兵庫県尼崎市のトミーポポさんです。外に出たくなくて寝ているふりをしている。ふりなんや。いやー外に出たくないんですね。インドア派のワンちゃんということで、寝たふりしてるのバレてるよ。ちょっと耳とかが動いちゃうのかな、どうなんでしょう。かわいいですね、まあ、そんなふりをした様子を見ているのもでもまた癒されますよね。そんなワンちゃんリポートをご紹介していきましたけれども、ソラミッションでオープン中ということで改めて紹介していきます。ウェザーニュースのアプリ内にありますソラミッションで現在オープンしているのが、犬たちで感じる季節感というものです。お近くにワンちゃんいらっしゃいますか。ぜひ今日リポートを送ってください。番組内でもたくさんね、この後もご紹介していきたいと思います。こちらの方から動画やお写真でぜひお願いいたします。ではここから改めて朝のお天気の様子、いただいたリポート、朝一リポートをご紹介していきたいと思います。今日は朝一リポート第2弾目ということで、北群馬郡新東村のマグロ屋さんさんからいただいたリポートです。朝一リポートは朝焼けからといただきました。グラデーションがとっても綺麗で、ね、雲もほとんどないですね。
この後それでも雲が広がってくるタイミングもあるかもしれません。この後のお天気変化、関東、南部を中心にね、この後注意をしていただきたいと思います。では続いてのリポート、こちらです。朝一リポート、群馬県太田市の方です。今朝は快晴のお空です。朝焼けがとてもよく焼けています。ふっかちゃん、ぐんまちゃん大好きさん、良き伝染で素敵なリポーター名ですね。こちらも朝焼けが淡いオレンジになっておりまして、とても綺麗です。6時34分いただきました。では続いて見ていきましょう。大神奈川県中郡大磯町の方です。朝一富士山です。久しぶりにくっきりと見えています。雪がどっさり積もっていますということです。先ほどちょうどたまたまあのライブカメラの、ね、様子でアプリから大磯町の様子見ていったんですが、淡い感じのグラデーションにこちらはなっております。久しぶりに富士山くっきり見えてるよということで、素敵なお写真いただきました。では続いても静岡県、こちら静岡県からです。静岡市清水区のレオナルドさん、朝焼けリポートということで、濃いオレンジですね。素敵なリポートです。なんかこうかっこいい感じが、このリポーター名についております絵文字にぴったりですね。赤く染まってます。ちょっと雲がある様子ですけれども、またこれがねかっこいい雰囲気を盛り立てていますよね。では最後にこちらからのご報告、茨城県霞ヶ浦市の方、石川五右衛門さんです。朝日が昇り始めました。眩しい日の出です。体感は寒いですということです。霞ヶ浦の湖畔の様子、いやこちらも素敵ですね。いやこれぞ日の出といった、オレンジロードもくっきりと見えています。皆さん素敵な朝一リポートをたくさんありがとうございます。この後もぜひお天気に関するリポートでしたり、3連休中日の過ごし方などあれば報告してみてください。さてここからのお時間は今日の西日本のお天気、晴れるエリアも、ありますけれども、大気の状態が不安定となる予想となっています。ここからは詳しく予報センターの山口さんとお伝えします。今日3連休中日のお天気ですが、山口さん、西日本では現在少し雨の降っているようなところもありますけれども、この後もやはり大気の状態が不安定になる予想なんですね。そうなんですよ、日本海側だけではなく太平洋側でも変わりやすい天気となりそうでして、もう一部すでに降っております。こちら現状をご覧いただきますと、今降っているのは中国地方から近畿の北部ですね、あとは九州の東シナ海側からも弱い雨のご報告をいただいております。その他晴れ間の出ているところがあるものの、全般的にはちょっとこう雲が優勢といった状況になります。で今日の特徴はですね、こちら上空のこれ寒気強度です。上空5500メートル付近の温度の予想でして、もう午前中からですねこのマイナス30度線、これ結構ね強い寒気でして、もう西日本に流れ込んでくるんですね。で昼間だんだんと気温も上がっていきます。それに伴いまして大気の状態が非常に不安定になるということが想定されます。はい、天気変化を見てみますと、引き続き中国地方から近畿地方の北部にかけては沿岸部で雨、山沿いで雪の降りやすい天気です。一方太平洋側、九州や四国地方についても急に雨雲あるいは雪雲が発生をしてきまして、ざっとした強い雨あるいは雪をもたらす可能性があります。で今日はですね非常に天気の変化が早くて、太平洋側については降ってる時間は、比較的短いです。やめばまた晴れ間が出てくる、ただまた黒い雲が出てきて雨や雪を降らせる、そういった可能性もありますので、ちょっと、この晴れ間が出ていたとしても西日本エリアの方、広く外出の際には雨具をご用意いただきたいと思います。ぜひお出かけのタイミングで雨や雪降っていなくても、今日はぜひ雨具を持ってお出かけください。
この先の最新の気象情報についてはウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。